皆さんこんにちは。今回は深度流演算がどれだけ強いのか、それを解説していこうと。いや本当に強い狩技なんですよね。これからというわけで今回はとても使いづらくて有名な、深度流演算について話していくぜ。この狩技、何が使いづらいって、制限がめちゃくちゃ多いんですよね。まず発動してから、体験のため切りみたいに徐々にパワーが溜まっていき、3段階目で最大威力になるんですけど、いや当たるかと。3段階まで貯めるには約5秒の時間が必要で、しかもその後も貯め続けるので振り下ろすまでには、合計12秒もかかります。冷静に考えて、モンスターにとって12秒なんて罠仕掛けてもお釣り来るレベルで避けられます。そこで、貯め時間を減らせる2つ目の効果と合わせて使うのがいいんですけど、これもまあ癖がありまして、条件はさっき話した貯め時間の途中で、モンスターからダメージを受けること。それだけならまだ良かったんですが、その受けたダメージによって威力が変動するんですよね。つまりもし最大威力で当てたいなら、モンスターの攻撃5秒前に発動し、かつ50ダメージ以上を受けて、少し遅れて出る反撃をぶち当てなければいけません。また、反撃のモーションが終わるまでは攻撃を何度でも食らってしまう。いわゆるハイパーアーマー状態なので、多段攻撃に対して使うとオーバーキルされます。その例が、あの冒頭の動画なんですよね。相手の技もよく見て使わなければいけなくて、かつ根性効果とかもないんで、即死級のダメージは当然4匹の猫ちゃんを呼ばれます。反撃も強化の構えみたく即反撃ではないので、せっかく最大威力になっても外れるのが当たり前のレベルです。なら最大威力以外で使えないかと考えてみたんですが、そのまま使うだけだとちょっと強いため切り程度でとてもゲージ消費量の割に合いません。まとめると、最大威力で当てなければいけない技でありながら、最大威力でほぼ当たらない悲しい矛盾を背負っている技でもあると、これが使いづらいって言われている原因だと思います。でも、この狩技使いづらいってだけで、実は恐ろしいほどのダメージを叩き出せるんですよね。だから当て方と発動するタイミングが分かれば、おそらく最強の狩技になれるはず。そう、思いついちゃったんです。当てる方法と発動タイミングを、モンスターごとに設定して、それを動画としてばらまいていったら、きっと誰もが使うような狩技に返り咲くのではないかと。というわけでこの狩技の強さと使い方をこれから伝えていくため、初陣に参りたいと思います。今回はドボルに対して使っていくんだけど、これにはしっかり理由があって、ドボルって体力クソ高いんですよね。同じレベルで出てくるラージャンと比べても、1.4 倍くらい高いんですよ。かつ肉質も結構硬くて、コブ以外ではダメージが稼げないモンスターなので、深度流で何割体力を削れたって証明できれば威力の高さを実感していただけるはず。コブに当てるのは無理なのか？もちろん最大威力でコブに当てる方法もこれからやるんだけど、運がものすごい絡むから実用的じゃないなって思って、当たれば強いって言っても当たらなければ絶対回避の介護官だからね。そうならないためにもロマンは求めてはいけないかな。狩技がロマンを求めた構成に見えるけど、まあこの狩技使うならやっと気持ちよくなりたいんです。そのためには獣宿しは欠かせない。 1.33 倍とかいうおかしい強化をしてくれるもんな。え、もし獣宿しして振動最大で打てたらどんくらい強いの？ため切りの5倍。わ、ため切りの5倍。イカれてんなそれは。え、スキルとか持ってってこと？いやここからスキルでダメージ増える。それは草。え、でもため切り5回ならそっち当てた方が早くない？ふむ、ならば質問しようか。ため切りにかかる秒数は何秒？そうだな、4秒くらいかな。振動は最短で何秒で最大になる？5秒だっけか。同じくらいの時間でため切りが5つに分裂するって考えたら、この狩技の恐ろしさが見えてくるんじゃないか？確かにすごいかも。こんな瞬間火力出るってなると、歴代のモンハンの中でもトップ3に入りそうなもんだな。まあトップ3っていうかトップなんだけどね。まさかの1位だったけん。で最初にドボルの肉質が硬いって話をしたじゃん。ああ、コブ以外があんまりみたいなこと言ってたね。ダメージどのくらい出てるかわかりやすいのって、やっぱり V 破壊だと思うのよ。それこそドボルの角なんてかなり硬いから、それを2発とかで壊せたら驚きだよね。え、角2発でいけるのか？やったことないからわかんない。覚醒要素が多すぎでしょ。そんなんで大丈夫なのか？もし2発で壊れなかったら、強さを見せるどころかしょうもない技って思われるぞ。いや、ダメージがすごいのは間違いないんだ。今回火力スキルもモリモリだし、きっと予想を裏切らない威力になるはずだ。お、多動技だ。まず獣宿しを発動させる。そしてなんやかんやで懐に潜り込む。説明雑すぎんか？なんて表現したらいいかな。あの大きくなった時にヒュヒュって感じ。尻尾が大きく回り出したらすぐ入って、怪力の弾薬を摂取する。あとは簡単。尻尾が5回転ぐらいしたら振動発動するだけ。まあ、今ミスってますけどね。グダグダすぎでしょ。いやそれでも2発で角ぐらいは壊せ。おう、なんてこった。一撃で壊した。ってこと？うん、しかも最大威力じゃないのにね。マジか、ぶっちゃけ今までただのネタ技だと思ってたけど、もしかしてとんでもない技なんじゃないのか？うん、やばいよこれ。倒した後にダメージ計算してみるか。多分ものすごい数字が見れるぞ。なら、次は最大威力で当てておくれよ。オッケー、少しカットしますね。でだ、この狩技って、大ダメージを与える以外に結構メリットがあるんだけど、何だと思う？ダメージをわざと食らわなきゃいけないことかな。言い方ない言い方。まあ、発動したらダメージを受けるじゃんこの技。で、この受けたダメージって、全部赤ゲージになるんですよね。この技は大技に対して打つのが当たりやすいのもあって、そこそこでかい赤ゲージをもらえるんですよ。だから逆恨みと組み合わせると、狩技の威力も上がってかつその後の戦闘でも、しばらく攻撃力増加の恩恵を受けられるんですよ。で、それだけ大ダメージを受けたら、勇気活性が発動して攻撃力がさらにアップ。そこに支柱にかつでさらに攻撃力の増加。そしてこれがしばらく維持できるっていう、この狩技にしか使いこなせないスキルをもれるんですよ。あれロマン求めてたわけではないんだ。まあロマン求めてないかと
と言われると、求めてはいるよね。草。でさっきの補足なんだけど、尻尾が大きく回り出してから5回ぐらいで発動だよ。このタイミングでちょうど3段階まで溜まって、ドボルからダメージを受けて反撃できるからね。今のは最大威力で入ったね。すんごい気持ちよさそうだな。ドボルものけぞってるし、どうなん実際やってみて。言葉では言い表せないほどに気持ちいいっす。それ言葉じゃないのかな。いやでも見切りとか境界線とかないから、いまいち強そうに見えないんだよな。それもそうだね。なら参考までにどれだけ乗算されてるか過剰が聞きしよっか。まず震度の元のモーション値が190。まあストライカー大剣のため 3つ分くらい。ここにまず震度のため最大で 1.3 倍。さらにダメージを50以上受けて 1.5 倍。獅子や土師で攻撃力 1.33 倍。支柱に勝つで武器倍率足す20。竜活性で 1.1 倍。逆恨みでさらに 1.2 倍。切れ味補正でさらに 1.3 倍。ってとこかな。数字の暴力すぎるでしょ。じゃあ境界神テンプレ大剣はどんくらい乗算されてんの？まあ比べられるもんじゃないけど、あっちは境界神の 1.4 倍だけなんだよね。それでも強いんだから、いかがに抜刀ため切りが凶悪なのか思い知らされた。だからあれに負けない狩り技にするためにも、スキル構成はすごい悩んだよ。互角とまではいかないけど、狩りに疲れた方や気持ちよくなりたい方には、すごいおぬぬめだよ。効率は良くないけどね。あ、そういやさ、コブに当てる方法あるとか言ってなかった？それこそ一瞬で大ダメージを与えられるし、この狩り技の勝てるところになるんじゃない？それね結構運が絡むんだよね。一応次でやるけど、ロマン砲ということだけは、脳裏に焼き付けておいてね。ちなみにコブだとどんくらいダメージ出る？2000超え。それってどんくらい？ドボルが7発で行くくらい。あやべえわそれ。ただ、これはチャンスっていう狩り技の威力 1.2 倍のスキルがあればの話ね。自分はゴミをましか持ってないのでできなかったけど、ちょっといいお守りがあればできるんだよね。という感じで、今までの説明の通り次はチャンス発動時に当てる方法だよ。チャンス？ 1.2 倍ってヤバい倍率だけど条件なんなの？モンスターを何らかの方法で身動きできない状態にすること。あ、意外と簡単そうだな。あれ？待って、神道って相手に攻撃されて発動するじゃん。都合よく麻痺とかにしても、最大威力では打てなくないか？まあ全部のモンスターには無理かも。ただドボルにはこれは可能だ。やり方は途中まで一緒。大技の時に懐に入ります。すぐに落とし穴をセット。仕掛け終わったらすぐに振動発動。これがチャンス発動時の当て方。うまく位置調整できればコブにも当てられる。まさに人類が到達すべき気持ちよさと言っても過言ではない。それはどうでもいいけど、運が絡むからどうのって言ってたのは何だったの？ああ、これね、もしコブに当てたいなら罠仕掛けてから、少し前に移動しなきゃいけないんだけど、そうなるとドボルが途中で回転を中断する確率が高くなるんよ。中断されるとどうなんの？攻撃されないまま溜め続けて、時間を最大まで無駄にした挙句に、空振りするね。最初でも解説したんだけど、この技外した時のロスがとてつもなく大きいんだよ。だから当てることを考えるなら、コブ狙いは考えない方がいいかも。二刀追うものは一刀も得ずってやつか。いや今4とフライ追ってるから何とも言えない。ことわざとは何だったのか。あとこの狩技のメリットがもう一つあるんだけど、なんだかわかるかい？そうだな、エフェクトが派手なことかな。見た目の話してないよ。この狩技主体で戦うと抜刀大剣と真逆の立ち回りになるんだよ。その理由なんだけど、まず狩技には抜刀術が乗らないんだ。だから抜刀大剣みたいに納刀する必要がないし、むしろ納刀せずにブンブン回してた方がダメージも狩技ゲージも伸びがいいのよ。そうなんか。でもなんで抜刀術乗らない仕様なんだろうな。大剣の狩技かわいそうなんだし、それぐらいあってもよかったんじゃ。いやいや、もしそうなれば他の武器の狩技が恐ろしいことになってたよ。想像してみなさい、抜刀術全開神羅旋山や、抜刀術全開神大垣神山が許されるとでも。すいませんでした。まあ脱線しちゃったけど、話を戻そっか。ドボルの尻尾が破壊できない悩みの話だっけ？そんな話1ミリもしてないよ。抜刀体験と真逆の動きになるって話。あ、そうだった。ブンブン回す方がいいってさっき言ったんだけど、そうなると属性体験を採用することも視野に入ってくるんよ。体験知らない方に詳しく話すと、体験ってもともと手数が少ない武器で、双剣や滝ほど属性を活かせないので、無属性育成儀みたいな環境なんですよ。ただ、このブンブン戦法はかなりの手数を稼げるため、属性大剣を担ぐのが最適解な状況も出てくるんじゃなかろうか。じゃあなんで今回は無属性なの？ドボル属性の通りがあんまりね。一応角とコブにすごい効くんだけど、そんなに狙いやすい部位じゃないし無属性かなと。あともう一つ、錬金スタイルと相性がいいのも特徴だよ。狩技3つ装備できるし、あっちには狩技と石や気合玉など、狩技ゲージを上昇させる手段がいっぱいあるからね。ちょい待ち、今ドボル弱ってなかった？気のせいでしょ。いくら火力スキルモリモリって言っても、常時発動できるわけじゃないし、あの体力お化けに限ってそれはないよ。そうだよな。いくら震度が強いからって、そんなにダメージ与えてく。弱ってたね。まあとにかく、ダメージ計算してみようか。なんかヤバい気がするし、今回4回振動打ったじゃん。そうだね、当たったのが後ろ足2回、前足1回、角1回だっけ。そう、でその合計が、推定、3630ダメージだね。
数字だといまいちピンとこないな。わかりやすく言ってよ。オケ。モンハンって何発で倒すっていうより、4050回とか数えきれないぐらい叩いて、ようやく討伐っていうゲームだと思うんだけど、この仮技ならそこそこ腹部を狙っていれば、相手の体力の1割を軽くすっ飛ばせるってことになるね。強すぎなんだけど、今回ドボルだから一撃で1割も持ってけはしないけど、他のモンスだったらこれだけで討伐も可能かもしんない。ま、というわけで今回はドボルの当て方と使いづらいだけじゃないってことの解説動画でした。ただ、この仮技のポテンシャルはまだまだこんなもんじゃないので、それをこれから証明できたらいいなと思います。ではでは。いや違いがわからん。